はい、神チューブの神の伊藤です。今回は新しいエヴァのフィギュアの情報を皆さんと一緒に共有していきたいと思います。そちらの方がアスカラングレーラストシーンということで、久々のことぶき屋さんからのアスカ登場という感じになっておりますね。そしてもう言わずと知れたアスカ大人バージョンですよね。発売日の方が2023年5月発売予定となっております。税込み価格で2350円、スケールの方が6分の1スケールとなっておりますね。そして高さの方が 17.5センチ、台座含むとなっております。あれ伊藤さん、6分の1スケールの割には高さ小さくないですかという方もいらっしゃると思うんですけども、まあこれね、このフィギュア自体がまあ造形が座っていますんでね、まあ高さの方はそこまで感じないかもしれないんですけど、まあサイズの方で言うんだったら6分の1なんで約24センチぐらいはあるフィギュアになりますんでね、まあドンと飾れる感じになるんじゃないかなと思いますよね。そして原型師さんの方なんですけども、このことぶき屋さんの名作中の名作のあの石化したあのエヴァの機体にこう座るエヴァパイロット、その方と同じ方がね、こう原型を担当されておりますので、おそらくこのクオリティであったり、そういったところはかなり保証されてくるのではないかなと僕は思っておりますね。そしてこのアスカ見ていただきたいんですけども、もうね、見たの通りですよ。まさに新エヴァのあの劇中のアスカ大人バージョンっていう感じの顔をしてるんですよね。もう今まで出たこのアスカ大人バージョンのフィギュアの中で一番劇中に寄せられていて、まあ、これはね、ほんと僕もパッと見た時に、あ、これアスカだよねってなったんでね、これは本当に欲しいなっていうふうに僕も思いましたね。そしてね、この台座も見ていただきたいんですけど、台座がすごく綺麗なんですよね。この波打ち際、浜辺ですよね。その狭間にいるアスカっていう感じで、すごく綺麗にまとまっているなっていうふうに僕は思いました。あとはね、このアスカのこの髪の毛、やはりアスカの髪の毛、すごくね、こう造形特徴があると思うんですけど、やはりね、今回はグラデーション塗装ではなくて、うっすらとね、クリア成形で作られている髪の毛という感じになってて、これまた綺麗だなっていうふうに思いましたね。いや、これはね、本当に新エヴァに寄せられた、まさにアスカ大人バージョンっていう感じがするんで、これはぜひともゲットしたいと思いますけども、もうこの間ね、このグッドスマイルカンパニーさんから、このアスカの大人バージョン、発売が決まりました。そして今回このことぶき屋さんのアスカの大人バージョンですよね。これね、どちら買おうかなっていうのがすごくね、分かれるなっていうふうに僕は思いましたね。もう、グッドスマイルカンパニーさんのアスカの大人バージョンに関しては、もう本当に造形も綺麗だし、すごくすっきりとこうまとまっている綺麗なフィギュアだなっていう感じ。そして今回のこのことぶき屋さんのアスカに関しては、もう、もろこの新エヴァのこのアスカだよねっていう感じで、これはね、真っ二つに分かれるんじゃないのかなって思って、すごく面白いなっていうふうに思いましたね。いや、どちらにしても素晴らしいフィギュアと思いますんで、ぜひともね、皆さんも予約の方を検討していただきたいと思いますね。また僕のこの概要欄の方から、このことぶき屋さんのこの予約サイトページの方に飛べるようになっておりますので、ぜひとも活用してほしいと思います。はい、そんな感じで今回の動画を終わりいただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければ、グッドボタンと仲良くなるためのおまじない、よろしくお願いします。